こんばんは。今日もお疲れ様です。寒いから温かいものを食べたい、でも楽したいなっていう自分のためにコンビニよりも安くできる鍋焼きうどんを作ります。お届けするのはデリッシュキッチンの吉野です。まず材料1つ目、小松菜を切っていきます。小松菜って切りごたえあって、私調理するのが好きな野菜の一つなんですよね。このパリって音良くないですか？小松菜は根元を切り落として、こんな感じで4センチ幅に切っていきます。あと小松菜は下茹でなしで使えて、生でも食べられる上に安いから一人暮らしの味方だなって思ってます。続いて材料2つ目、ネギですね。これは前に使ったネギが残ってました。斜め5ミリ幅に切っていきます。特に今の時期、冬はネギが甘くて美味しいですよね。次は材料3つ目、しいたけです。しいたけが入ると一気に鍋焼きうどん感強くなりますよね。根元を切り落として傘と軸に切り分けてください。ちなみに軸も後で鍋に一緒に入れるので捨てないでくださいね。軸は硬いので、こうやって縦半分に切ります。傘の方は十字の切り込みを入れてください。こんな感じで斜めに刃先を入れて V 字に切り取ります。切り取れたら向きを変えて、こちらも同じように切り込み入れてください。下まで切らないように気をつけてくださいね。こうすると味が染み込みやすくなるし、鍋焼きうどん感増しますよね。野菜の材料はこの3つ。ここからは鶏肉を切っていきます。鶏肉は一口大に切ってあげてください。鍋焼きうどんは胸肉よりもジューシーなもも肉がおすすめです。後でうどんと煮た時にうまみがうどんに染みるんですよね。はい、材料の準備はこれで終わり。今日は一人用のお鍋を使っていきます。まずは鶏肉を煮ていきます。お鍋に鶏肉を入れたらお水を入れるんですが、あれどれくらいかな、どれくらい入れたっけなあ、250cc ですね。そこにめんつゆを加えて全部で 300cc にします。これでうどんのつゆは完成。これをお鍋に投入します。そしたら中火で熱して煮立つまで加熱します。煮立ってきましたね。こんな風にアクが出てくるのでちょっと面倒なんですが、見た目も良くなるし美味しさ増すので取ってあげてください。アクが取れたら蓋をして弱火で3分煮ます。じっくり鶏肉に火を通していきます。はい、3分経ちました。お肉の色変わってますね。そしたらここについにうどんを入れていきます。今日はゆでうどんですが、冷凍うどん使うときはレンジで解凍してから加えてください。菜箸で優しく麺をほぐしてください。うどんがほぐれたら、ここからは材料を敷き詰めていきます。まずはお肉を1箇所にまとめて、そしてついに来ましたしいたけ。十字の切り込みが上に見えるように置いてあげます。切り落とした軸も忘れずに入れてくださいね。そしたら次はおネギ。ネギは断面が見えるように並べておいてあげるときれいに盛り付けができます。鶏肉と椎茸のうまみにネギの甘みが合わさって美味しいつゆになるので、ここからじっくり煮ていきます。また煮立ってきましたね。そしたらネギと椎茸が柔らかくなるまで 3,4 分蓋をして煮ていきます。火加減は弱火です。さあ開けてみます。うお、しいたけとネギに火が通って味染み込んでそうですね。ここからはラストスパート。かまぼこ2切れ入れていきます。ピンクが可愛いなと思って今日は入れたんですが、入れなくても大丈夫です。そしてここで小松菜。最初に切ったんですけど、小松菜はすぐに火が通るので最後に入れていきます。そして仕上げの卵、真ん中に割り入れます。そしたら蓋をして卵がお好みの硬さになるまで煮てください。私は半熟にしてうどんに絡めたいので、だいたい3分から4分煮ました。はい、これで完成です。今夜の自分飯、鍋焼きうどんが出来上がりました。では、いただきます。まずは卵。うわ、このとろーんとした黄身がたまらないですよね。こんな風にうどんと絡めて、味染みてる。つゆにいい旨味が出てます。そして鶏肉もプリプリで美味しいな。あったまる。こんなに具だくさんなのに300円以内で作れちゃうってちょっと贅沢だと思いませんか？今日もあっという間に完食。ごちそうさまでした。次回はルーを買わずに作れるクリームシチューをお届けします。今日もご覧いただきありがとうございました。おやすみなさい。